大阪女学院はこちらをご覧ください。大阪女学院といえば英語教育が特徴ですが、こちらのイングリッシュプラスワンと呼ばれるプログラムにも注目してください。短期大学のトライリンガルプログラムでは、わずか2年間で英語に加えて実用レベルの韓国語も学べます。1年次の夏休みに韓国への短期留学をできることや、韓国の大学へ編入できるチャンスもあるんですよ。大学では英語プラス韓国語、または英語プラス中国語を本格的に学べるカリキュラムが用意されています。ビジネスでも通用する韓国語と中国語を習得することができ、台湾や韓国の大学での語学留学のチャンスもあるんです。こちらの学生は韓国語能力試験4級に合格。韓国の友達とも難なく会話ができるほど韓国語が堪能。卒業までには5級の取得を目指しているそうですよ。こちらの学生は中国語検定2級に合格し、 TOEIC のスコアも820点と、中国語、英語の両方で高い語学力を習得しています。通訳や翻訳者として海外で働くことを目標に、現在はさらにハイレベルな資格取得を目指しているそうです。こちらの QR コードからは国際交流、海外留学の詳細が見られます。大阪女学院と世界がどうつながっているか、ぜひチェックしてください。